から枠内に画像を挿入したいと思いますので、設定を行います。マジックワンドで範囲選択して入れます。まず一枠面でここにタップします。タップが終わりましたら、レイヤーボタンをタップして画像を挿入する状態にします。カメラボタンをタップして入れたい画像を選択します。選択しましたら枠内にレイアウトします。レイアウトがありましたら完了ボタンをタップします。その時に加工します7を必ず選択してから閉じてください。そして右のところのボタンの反転ボタンをタップします。タップして消しゴムで消します。そうすると画像だけが内側に入ります。続いてマジックワンドを選択して一旦レイアウトを解除します。続いて2番目の絵をタップして、先ほどのようにカメラボタンをタップして次の画像を選択します。でこのように終わりましたら完了ボタンを押して、引き続き今挿入したレイヤーをタップして閉じまして、反転を押してください。押しましたら消しゴムで順次消しておきます。そして続いてマジックワンドを選択して解除してから次のボタンと、それで完了ボタンを押して、先ほどの今取り込んだ画像をタップして閉じます。